ですね、2泊3日で大阪に行きたいと思います。で、今時刻、ただいまの時刻がですね7時20分なんですけれども、の時間がめっちゃ早くて7時57分の新幹線に乗ろうと思ってるんですけど、まだちょっと早いので、まあ、コーヒーとか飲み物とか、まあ、駅弁買おうかなと思ってるんですけどっていう感じで、ちょっと今から向かいたいと思います。あと30分何しようかな、ちょっと30分時間潰します。じゃあ行ってきます。無事に大阪着きました。で、新幹線でメイクと髪の毛をして、準備がやっと顔が完成いたしました。ということで、これから、大阪に友達がいるんですけど、この 3日間で大阪の友達に会いに行こうと思って今回来たので、リク君と今から合流したいと思います。ちょっと梅田の方に行くので、これから電車で梅田に向かいます。え、怖っ。リアルなんだけど顔が。すげえ、初めて来た。ジェントルモンスター。そしてリク君と合流しました。はい。お久しぶり。久しぶり。ちょっと今、はい。YouTube 撮ろうかな。すごっ。大阪 Vlog。めっちゃ初めて。ちょっと今日は案内してもらいます。お願いします。頑張ります。頑張ります。オシャン、オシャンです。はい、雨がやばすぎですね。雨がやばいっすね。はい、かっこいいっすね。やめてください似合ってますね。唯一似合う。いい。これからなんだっけ、心斎橋の方に向かおうと思ってます。カフェに行きます。行きます。雨やばすぎてタクシーで雨やばい行きます。珍しく雨がめちゃくちゃ降ってますので、ちょっと時間わかんないんで、ちょっとただただついていく感じにはなるんですけど、今から向かいます。レッツゴーレッツゴー。え、おしゃれだけど、確かにこれ雨だとあれだね。そうよ。すごい、来たかったところ来れました。めっちゃおしゃれ。二人とも雑誌買いました。買いました。結構ね、長くあれだけど見ちゃったけど、いろいろいっぱいあったから、かった、ね、うん、来れてよかった、うん、私雨も止みました。なんとかなんとか持ちこたえました。来れた。晴れ男二人が、あ、カメラ回してたよ晴れ男二人いるから、いや、任して任して任して。朝着いた時どうしようかと思ったけどなんとか。時間が分かんない。右ですね、うん、はい。まあ、普通に歩いてて、うん、ああ良さそうなとこあったら、確かにそれもあり。どう大阪は。いやー、もうなんかもうずっとドキドキしてるドキドキソワソワしてるよ、本当に。でもまたなんか、うわ、大阪やなみたいな、うん、行けてないじゃん。なんか、うん、でもなんか大阪を実感できるようなところとかさ、うん、でも店員さんが関西弁だったのは今日朝一、まあ、まあ、大阪来たって感じだった。確かに確かに。でも来たことない街だから、もうすでに、うん、なんか、あ、旅行に来てるって感じがする、うんうんうん、これ左ね。はい、じゃあ今日のアウトフィットのご紹介をお願いします。いや、めちゃくちゃいい。雨だからさ、うん、長ズボンじゃなくて半ズボンにしちゃった。うん、めっちゃ普段とは違うコーディネート。歩きましょうか。やば、リクがカメラマンなんて贅沢すぎる。なぜ？ちょっとファンの皆さんありますよ超貴重ですよ、こんなカメラ回してくれるなんて。なんてすごいことなんでしょう。いいね。
かっこいいな、赤いってやっぱ。言ってんだよ、ファンに殺されちゃう。みんなやめてやめてやめておしゃれやね、でもほんまに。でもテイスト違うもんね。うん、全然違う。今日はめっちゃ暗めって感じ。暗めやな、まあ、いつも暗いんだけどね。うん。そう、今日はまあカジュアルだけどモードっぽい感じで決めてみました。めちゃくちゃいいです。しかも空いてます。ほんとだ。うん、入ろう。これめっちゃ飲みやすかった。アイスコーヒー。アイスコーヒー。これブラックで飲めないんだよね。あ、そうなんや。アイスラテも物によってはガム酒入れないといけないんだけど。これもでも最近やな、飲めるような。あ、そうなんだ、うん、これめっちゃ飲みやすい。なんか苦くない全く。うん、確かに冷たいんだけど。すごいステンレスだから。めっちゃ飲みやすい。牛乳？牛乳があれなのか。うん、多め。飲みやすい。カメラを回しながら飲んでり、飲んでり過ごすのが最高ですよ。最高です。ありがとう。いえいえ、来てくれて。いやいやいや、逆に予定を合わせてくれてありがとう。いやいやいや、本当に。こんなだって、土平日でさ、俺行くとか言って予定開けてくれるの優しい。いやいやいや、撮ったけど、後で全身撮りたい。やった。どこでさ、そういうスタイリングを考えてる。俺は、あんまりインスタとか見ない。見ないけど、歩いてる人みたいな。そこで目指すとかも確かに観察力すごくないっつも思うけど。そう、前回だって東京来た時にさ、古着見たじゃん。うん、その時もさ、もうちゃんと見れたの。ちゃんとそれが本当にすごいなって思った。嬉しい。見逃さないのがすごい。姿だなって。いや、これだって全部ちょっとバーッと見逃しちゃうっていうか、本当になんか8分連続で行かないのかな。じゃあ、一つ。お、アサギっていうお店なんですけど、うんうんうん、俺も最近買ってないんやけど、うん、結構あの好きかな。あ、本当に？置いてるものとか。お、リクおすすめの古着屋に今から行きます。レッツゴー。レッツゴー。行っちゃうよ。行っちゃうよ。ここ、おー、ここ。はい、朝日。そうそうそう、後ろから形めっちゃ違う。うん、めっちゃいいわね。うん、その中だとこのひらひらが出る感じも超かっこいい。いや確かにめちゃくちゃいい。めっちゃいい。これ遊んでる感じがあって、うん、めっちゃサイズフィット感がエグい。ここが超綺麗ですよね。超綺麗、ほんまに。なんか女性の方とかも結構来たりしたんですけど、ちょっと大きいな、あれ、パソコンで、うん、女性だとちょっと大きいから、多分ほんま体格がそのレザーにぴったしなかったんですけど、肩幅そんなないんで、はいはいはい、逆に、完璧っすね。完璧らしいです。オーダーメイドぐらい完璧です。うん、背中も。うん、めちゃくちゃサイズはいい。最高だね。超面白い感じ。うん、めっちゃいいわ。どれぐらい大きいですか？すげえ、ここ。めっちゃいい。うん。ね、感じだね。すごい。ここ？ここです。うわー、めっちゃすごいやん。めっちゃ綺麗でしょ。やばいやばい。ちょっとピントが、ちゃんとピント待ってください。あれ、ちょっと、おーい、来た来た。めっちゃ綺麗じゃない？うん、めっちゃ綺麗。ちょっとこの暗い感じがいい。うん、えーぐ、超綺麗やん、こんな感じ。上まである。やば。
こが天天満天満の提灯通り。おおすごい、やば、いいでしょう、いい、めっちゃいい。飲みに行きますか。行きましょう、飲みに行きましょう。今日はもう任して。いやもうマジ今日本当にリクに全部任せっきりだけどマジでいいとこばっかすぎてやばい、やばいんだが。ここですね、入ります。ということで本日一日お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。乾杯。飲みまくるぞ。イエーイ。えぐー、やばー、湯気やばない。優勝します。優勝してます。これえぐいです。うわーうまそう。これいっちゃっていい。うん、手続き。いただきます。うまいよな。え、これ家で食べたい。うん、リクはもう2杯目です。はい、早いですね。でも美味しい。このこれで100円やった、うん、やばくない。超安い。今日は20杯行くつもりです。えぐい。本数えぐい。飲みべたかい。そのために飲みべたかい。今日は頑張りますよ。頑張ってくれてる。いいよそんな。言ってくれてるから。いやすごすぎ。モチベ高い。2日目になりました。今日はですね、翔太とユニバーサルスタジオに行きたいと思います。ちょっとまだ朝起きたてで顔パンパンなんですけど、昨日飲みすぎ飲んだんで結構、まあ今から向かいたいと思います。梅田で待ち合わせしてるので梅田で合流して一緒に向かいたいと思います。天気良くなってきたよね。ね、最高。ユニバ6年ぶりです。ユニバおはよう。おはようイケメンやな。ようこそ大阪へ。今日は一日ユニバーサルで楽しみたいと思います。行きましょう行きましょう。イエーイ。これさ、どっちが前？分からん。やばっ。これリアルにこれ食べてるのかな。10年以上ぶりかな。そう、ハリドリです。ハリドリ。なんかシミラーコーデみたいになってない？色違うだけで。シミラー。うん。似てないなんか。確かに。シャカシャカでさ。シャカシャカで。でしかもデニムっていう打ち合わせなしの被りですね。でも僕はニットなんですけど、多分翔太はなんかロンティーですね。ロンティーですね。超薄そう。多分 GU とかのロンティーですね。寒そう本当に。今日マジ寒い。全部美味しそう。プレートも美味しそうだし、サンドも美味しそうやな、ね、うん。炭酸やばい。しみるね。しみるわ。うわー、ランチだぜ。これ木ってやばくない？すげえエコすぎる。それパンやばい。いや、どうやって食べようこれ。フライ。排出いただきます。本当だ。なんかフォカッチャみたい。いただきます。うまい。
到達してません。まだ中身に。うまい理由めっちゃ世界じゃない。うん、おいしい。うわすげえ、でっかとうまぶし。本当だ。いや、めっちゃ回してない？カード買ってない？めっちゃ買ってる。ね、さあ、ウエハース。いや、それ、ウエハースちゃん食べてんの？えらい。いや、もうあんま好きなの。多分1週間ぐらい関西いたら、もう、その、移りそうだな。あ、うまい。関西弁。マクド。マクド。翔太が、ペットボトルを持ってくれてます。トートバッグに。ありがとう、本当に。先輩が怒ってくれたね。ねえ、そういう時だけ先輩使うのやめて。マジで。優しいです、本当に。これはモテますわ。これはモテますわ。なんか人多すぎてもうだって映せないもん。本当に。どこ映しても人だらけで。やば。これ乗ります、乗ります。怖いんかな、ちょっと分かんないけど、めっちゃ綺麗。そ空どうやった。初貞子。初貞子な、最高。そうカイト打つと初貞子。じゃあ、思ったのと違くてやばかった。なんかさ、思わず唾出そうなよだれ。なんか俺普通にこういう感じだと思ってた、うん、したらなんか全然振り回されるし、放心状態じゃなくて、うん、なんか関西弁喋ってたで。途中なんか関西弁喋ってると思ったけど忘れた。さっきより人減った。なんか減ったけど、どうする。ハリーポッター一巻。ちょっとマリオ入れなかったから。だけなしのハリーポッター入ります。めっちゃ難しい。服装もちょっとハリーポッターっぽい。あ、マント、ね、恥ずかしいんだけど寄せてきてないのに。あ、着きました。めっちゃすごい。やばい。だってさ、ハリーポッターのさ、プロみたいな人おらん。おっちゃん。おっちゃん。俺めっちゃ見るよな、TikTok。 すげえ。やば。相変わらず激コミです。激コミ。え、ほんまやな。うん、やばい。やばいな。マジ来れてよかった。まだ早いけど、僕たちは出ます。お疲れ様です。ありがとうございました。イケメンおる。何おい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 ちょっとごめん、使わせていただいた。ユニバを出て居酒屋に行きたいと思います。今イグジットって言おうと思ったから。いやー、バイバーイ。ユニバーサルスタジオジャパンで楽しいひとときをお過ごしください。Welcome to Universal Studios. え、うまい。ヘリコプターすごいの。なんか今日結構飛んでない？いや、ここマジユニバーある。いいな。てか明るくない？夜でもめっちゃ激明るい。夜のユニバーはすごい綺麗でした。マジ綺麗なあ。画質やばくない？乾杯。お疲れ。あ、はい。うん。ドーハツワインっぽい、まあ、味。飛ぶ？うまい？え、めっちゃ美味しい。うま。お、いったな、豪快に。フレンチで一万したか。
フレンチに行きましたね。しかも結構バリバリ行ってる。バリバリ行ってんな。はい、食べていいですか。どうぞ食べてください。どう、うまい。今まで食った食い物で一番うまい。合う、お酒と。お酒、うん、お酒飲みやすいやろ、うん、まあ、うまうまうまよかった。はい、ということでこれで大阪翔太とはバイバイです。バイバイ、ありがとうございます。今日一日お疲れ様です。マジありがとうございます。大阪まで、いいえ、また来ます。もう楽しかったんで、なあ、おいで。めっちゃ楽しかった。バイバイ。おはようございます。3日目の朝になりました。今日は夕方に帰るんですけど、夕方までちょっと時間があるので行くと、翔太におすすめしてもらった中崎町の方に向かおうかなと思っているので、まあ今日はその辺でランチとかして向かおうかなと思います。はい、ということで、じゃあ今から梅田にちょっと向かいます。もう今日さ、寒くてさ、この1日目に買ったジャケットを羽織ってるんですけど、マジで寒い。でもあれなんだよね、東京の方が寒くて今日14度ぐらいらしくて、帰ったら多分鬼寒なんですけどっていう感じで、ちょっとでも梅田の方にもなんか買い物じゃないけどちょっとショッピングモールがあるので、まあ、その辺でもちょっといろいろ見たいなと思います。はい、ということで今から向かいます。はい、ということで荷物預けてきたんですけど、コインロッカーが全然開いてなくて、駅周りのところなんで、ちょっと阪急の百貨店の中のコインロッカーで無事預けることができたので今歩いてるんですけど、中崎町にちょっと今歩いてきました。めっちゃね、雰囲気なんか確かにいい昔っぽい感じで、で今おにぎり屋さんに向かってるんですけど、場所がちょっとわからない。迷路みたいな。ちょっと今向かいます。うわ、ちょっとめっちゃ並んでる。おにぎり屋さん向かい側にあるんですけど、めっちゃ並んでる。どうしよう、ちょっと場所変えようかな。さすがに並びすぎててエグいんで場所変えます。はい、無事にご飯、お昼ご飯食べてきました。めっちゃ美味しかったです。でもうお店の人がめっちゃあったかい人で、もう仲良くしていただいて、めちゃくちゃ美味しい定食食べてきました。ということでちょっとコーヒーブレイクしようかな。どっかないかな、なんかおしゃれなとこ歩いて探してみます。最後にたこ焼き食べたいと思います。くるでくるというやつ食べようかな。最後いただきます。おいしい、うまっ。美味しい。はい、ということでお家に帰ってきました。で今回2泊3日で大阪に遊びに行ったんですけど、もうめちゃくちゃ楽しかったです。はい、マジで帰りたくないって思うぐらい3日間充実して、でもう帰りの新幹線めちゃくちゃ寂しいなって思うぐらい、もう本当に楽しかったです。本当リクと翔太にはめちゃくちゃ感謝してて、たくさん一日いろんなとこ連れてってもらったりとか、もう本当に僕大阪自体あんまり行ったことないんですけど、もう向こうの人がすごく行ってるような場所っていうか、なんか観光客としてだとなかなか行かないような場所とかも連れてってくれたりとか、
めちゃくちゃ楽しかったんで、2泊3日じゃちょっと足りないなっていうのが正直あったんで、今度はちょっとロングステイで、まあ、1週間ぐらい行けたらいいなとか思ってるんですけど、まあ、それぐらい楽しかったので近いうちまたね大阪遊びに行こうかなと思います。はい、いやでも本当にこうやってなかなか会える距離じゃないんですけど、こうやって僕が会いに行くってなった時に予定合わせてくれる2人には本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、もう結構連日遊んだので明日からまたいろいろ頑張りたいと思います。ということで本日も見ていただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさーい。